三笘さん、芸術的。三笘が所属するブライトンがサウサンプトンをホームに迎え、3対1の勝利を収めた。前半40分に右足アウトサイドで鮮やかなラストパスを供給。走り込んだファーガソンが丁寧に右足で流し込み、リードを2点差に広げた。三笘のクロス派芸術的だわ。三笘のアシスト派どれも美しいよね。神アウトサイドクロスやべーな。ぶっちぎりアシストでヨーロッパリーグほぼ決めたな。9割方史上初ヨーロッパリーグ出場おめでとう。ニューカッスルに勝ってればまだチャンピオンズリーグ争いできてたのにな。ビラと派最終戦で直接対決があって、シティとビラに連敗したら勝ち点並ぶ。しかしブライトンが得失点差プラス20、ビラ派プラス4。よほど残り2試合で守備大崩壊しない限り6位確定。もう一生三笘のゴールが見れないことも視野に入れとくべき。ついでも決定力がない扱いされてて辛いんだが。代表のアジアカップやワールドカップ予選で見れるはず。